こんにちは、サイズです、今日もここ栃木県宇都宮市、セレクトショップウーパーズさんよりサイズ TV お届けします。サイズ TV。 はい、店長の木さんです。よっ、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。木さん、あのですね、はい、まあ、アメカジ好き、はい、ジーパン好き、はい、避けては通れないブランドありますか？あります。ありますよね。ちょっと紹介してなかったよ。ああ、そうですね、はい。結構ね、もう周知のブランドではあるかなっていうのもあって、入れてはもらったところもあるけど、まあ、目にも当たる上でもですね、やっぱりここを外すわけにはいかないですよね。はい、ありますけど。じゃあ、それでは、はい。カタカナ4文字の。で、4文字ブランドをね、はい、どこで結果を申し上げるのか、はい、紹介を、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらですね、奥さん。こちらです。はい、もう皆さんご存知、イゾルト。イゾルト、はい、はい、避けては通れないですね。そうですね、もうやっぱり国内のそのレプリカブランドを見てもデニムしか作ってない。そうよね、そもそもそこが男らしすぎてすごいですから。だから僕らも最初リゾルト始まるときにデニムしかやらない、しかも加工も何もやらないっていうのを聞いたときに、なんて男らしいメーカーだったんだよね。どっかの仕方とかね。そうそうそう、本当にそのブランドなんですごいなって言うんですけど、やっぱりでも、まあ、林社長の方はデニム時代から僕らも知ってたんで、はい、で、まあ、その林さんの、まあ、スタイルを見てると、やっぱここに行き着くんだなっていうのは、まあ、すぐすぐ思ったというか、はい、そんな感じでした。はい、で、こちらが、一番代表的な710。710ね。はい、まあ、ストレート的に言うと、ミドルストレート、まあ、ややスッキリめのストレートって言ったらいいですかね。はい、やっぱこう林社長自体も結構スタイリッシュな方なんですけど、まあ、林社長が結構スッキリ書かれてる、まあ、66に近いシリーズですね、はい、っていう形で思ってもらっていいかなと思います。はい、なんていうかな、デニムのブランドで、はい、リゾルトだけですよね、履き方まで体現するそうですね、だからやっぱそれを、まあ、ちゃんとこうやれるようにレングスサイズのフルサイズっていう、もうだからデニムだけで多分80、70%ぐらいあるんですね。そうだからもうそれ自体がもはや異常事態。そうそうそうだ、本当そこのスタイル体制がすごいなって思いますね。まあジャストで履いて、こう歩いて、気を取らすが洗ってみたいな。そうですよ、ね、やっぱりもう綺麗に履く、やっぱデニムっていうのは綺麗に履くもんだよっていう、やっぱ林さんのスタイルですね。でも僕ももう25年、26年目になるのか、はい、この仕事してますけど、やっぱりデニム、昔の林さんのデニムの展示会とか行かせてもらった時、林社長だけがスタイルずっと変わんないんですよ。あ、だからもう流行り云々関係なしで、もういつ行っても林さんは一緒。 あ、この人変わんないみたいな。林スタイル変わって、もうエングスもずっとあれだったし、はいはい、やっぱりこうちょい短めなんです、ね、やっぱクッションはダメみたいな、はいはい、やっぱあのスタイルは、まあ、若かりし僕にもその頃は正直だって裾ズルズルの時代でした。あ、そうだね、そうです、ね、そうそうそう、この時代だったので、まあ、衝撃的だったし、かっこいいなって思いましたよね。それができる、はい、じゃあちょっと細かなディテールを、はい、で、まあ、シルエット的に、シルエットが、まあ、ディテール的に言うと、まあ、いわゆるファイブポケットデニム、ディバイスの、まあ、ファイブポケットのもう、そのまんまですね。そうですね。だから、スタイル的に特段なんかこう、ここ変わってますかっていうのは特にないですね。特にないんですけど、特にないからこそ、逆に言うと、やっぱちゃんと作ってないと、ダメなわけですね。はい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 、で、まあ、パッと見でわかるのか、わかるかな。まあ、一応全部オレンジのステッチを使ったモデルになりますね。はい、単一の色を使っているので、まあ、この辺なんかも、まあ、一応ベースが66モデルなんですけど、はい、66モデルを一本して作ってるっていうところにはなりますね。で、林社長自体も、うまく言っていいのか、言っていいのか。個人的にやっぱ66大好きって昔から言ってる人です。でも本当に一生かけても履ききれないぐらいヴィンテージ持ってるっていう人なんで、正直ドゥニム、ドゥニムの展示会の時は林社長ドゥニム履いてるの見たことないです。ずっと66履いてない。ずっと66しか履いてない。だからその人が逆に言うと、それをもう本当に気兼ねなく、もう履きたい時に履けるっていう風にして作ろうとしているのがイゾルトなんで、はいはいはい、でまあ66ですからディテールで言うと、例えばこのここですね、隠しリベットはない仕様になってます、はいはい、まあ、バーダック仕様のもので、で、まあ、バックスタイルで見てもらうと革パッチではなくて紙パッチですね、はい、この辺は
まあ、そういったところがまあ多くなって、あとはシルエットですね。やっぱり66なんでバタガンも決して浅くはないんですけど、はい、ラブレッツなんかよりはやっぱりちょっとスッキリしてて、ここから綺麗に下側にかけてスモーマル、まあ、テーパードのややテーパードの入ったシルエットですね、はい、これがやっぱり今見てもやっぱり新鮮だし綺麗だし、やっぱりこうワークパンツはもちろんね違いますから、ストック履くっていうものではないんですけど、はい、まあ、その綺麗なシルエットっていうのがずっと合わせるなっていう、そういう雰囲気を持っていますね。で、奥さん、はい、まあ、ちょっと14方でリフォルトやってきたじゃないですか、はい、今年の4月にちょっと事件がありましたね。事件がありましたね、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、対戦モデルが出てきたと、グランプなんですけど、はい、あれは結構ね、出る前からの出んのみたいな感じの雰囲気ありましたけどね。ちょっとざわざわしたね。ざわざわしましたね、はい、うちもだいぶざわざわしました、ね、ざわざわ、はい、結局ね、やっぱりその対戦モデルっていうのも、まあ、やっぱりその501語る上では外さないっていうところには至ったんだと思うんですけど、じゃあちょっと対戦モデルを、はい、見てみましょうか。はい、じゃあ見てみましょう。お願いします。はい、こちらですね。はい、こちらですね、714の対戦モデルですね。もうさっきのとパッと見でもう全然違うの、まずイエローステッチ、はい、そっちが全然違うですね。そっちが全然違います。対戦なので、まあ、イエローの単色で作ってたっていうところと、まあこれですね、やっぱり月桂樹の汎用のボタンを使っていましたよっていうところと、リベットがないですね。はい、ポイントケットのリベットがない、そういったところが対戦の大きなディテール。で、あとはここですね、ベルトループ、はい、これ710の66だとだいぶ幅が広いです、うん、これも対戦の特殊的なディテールの一つではあります。だいぶ太いよね。だいぶ太いですよ。だいぶ太い。これちょっとこう比べてみると、はい、なんか分かりますけど、本当ぐらい違う。本当そのぐらいだいぶ違うと思う、はい、これとこれなんでもう約 1.8 倍ぐらい。そうなんです。そう、これもね、僕もなんか最初グリームのやっぱ対戦とかこうなんですけど、あ、これすげえ太いな、しかもなんか薄いみたいな、なんかそれがすごい面白かったんですけどね。これ対戦独特のディテールにはなりますね、はい、そして、まあ、バックスタイルでいくと、まあ、ここですね、カーパッチの仕様になってます。で、あと一つ結構分かりづらいんですけど、はい、ここにまあ隠しリベットが入ってますので、はい、隠しリベットを避けるんですけど、隠しリベットの避け方が対戦って広いんですよ、はいはいはい、ここをかなり広く避ける、これ WX なら結構狭いんですけど、そこを広くやってるっていうのも対戦の利点の一つですね、ちょっと不格好な感じで、そうそうそう、なんかちょっとポケットがなんかいびつではないんですけど、なんかちょっと下手くそじゃないけど、なんかそんな感じがするのが対戦の特徴の感じですね、なんかその辺なんかもかなり、まあ、しっかり作り込んでる対戦になりますね。なんかね、リゾルトで新しいの出すんだと思ったもんね。そうですね、だから本当に何出すのみたいなのもありましたけどね、もうある意味王道はもう抑えちゃったから、まあ、そこで何かなと思ったらのまさかの対戦です、はい、これはかなりビビりましたけどね、まあ、今後もね、一応定番として並んでおりくいモデルになりますの で、 です、ね、はい、まあ、いつでもお求めいただけるかなとは思いますけどね、はい、はい、じゃあちょっと履いた感じを、はい、私と奥さんの方で履いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。サイズ TV。 はい、はい、710履いてみました。そろそろ注目してます。はい、私、俺の渋さんに2年ほど、おー、だいぶあんな感じに本当にね、しゅいちゃうから、おー、素晴らしい。まさに履き方ですね。乾燥機もね、月1年ぐらいは入れました、おー、2年間素晴らしい。やっぱりこう、耳のあたりがね、結構綺麗に出てますね。すごいねじれるね。あ、すごいねじれます。なんだろう、お客さんのデニムって言ったら、ブリンとかもすごかったね。こんなにいっぱい合うね。本当に最初、嘘じゃなくて、やっぱりやり始める、僕がやれるのも20何年前って、やっぱりそういうデニムの知識、皆さんなかったんで、こう、本当の話で不良品ですよって思ってきてしまいました。こっちだけ前来ちゃうんですよ。であれね、こっちはあんま来ないんですよ。そう左だけが、で今この辺ぐらいまで来る、はい、結構それで新人賞って一周するんじゃないかって、そうそうそう、グッて回りすぎちゃってって言われて、はい、あ、こういうもんなんですよってご説明をさせていただいたことに思い出しました。まあでもやっぱりすごく雰囲気のある、そうですね。ちなみに私はね、36度で、はい、そこ32ぐらいのものだと思います。そうですね、はい、雰囲気的にもいい感じで、ちょっと大人な感じがしますね。この綺麗な青の出方がね、かっこいいですよね。そうですね。で、僕が今履いてるのは、ちょっと店頭に今ご準備してたものが売れてしまってたので、34インチなんですけど、ただ34でもそんなにね、ちょっとないので、
はい、レングスはちょっと僕は大体レングス30ぐらいなんで、これが33レングスちょっと長いんで持ってますけど、はい、まあ、これをね綺麗に履けばあとはだいぶいい感じかなと。あれですね、もう好きはすぐ大きく見ない分岐見ても全然だからちょっとアップしてもまあ悪くないのかなと、はい、結構この辺にちょっとゆとりがあってで、まあ、ポケットもしっかりと手が入りやすいし、それでちゃんとスキー見えますね。はい、やってやりたくなるでしょ。やってやりたくないです。これね、生のでいいものってそうですけど、特にリブロードっていうか、この硬さにそうやっつけてやなと思いますね。もう血が湧いてくるから。シップでボタン止まらないと。止まらない。硬いですよね。硬い。だから本当に女性とか大丈夫かなと思いますけど、でも、馴染とね、ちょっと履きやすくなるし、ボタンも全然気がなくなる。デニムかっこいいですね。バランスの良さですね。はい、やっぱり、うん、まあ、みんなさんにお勧めするぐらいで、やっぱレンズこのぐらいのスッキリの方がシルエットも綺麗に出るし、まあ、ソフトはね、いいなって思いますね。はい、かっこいいです。じゃあちょっと対戦もあるんで、ね、はい、対戦も入っておきたいと思います。はい。おー、はい、私の方だけ対戦しました。はい、はい、自分はね、ちょっと戦闘員が見てすみませんね。こちらが、36の M34 です、うん、またちょっと雰囲気変わりましたけど、太いけど嫌なんてことないですね。そうね、他社の対戦と比べるとちょっと細いかな。そうですね、他社さんはね、結構ここら辺から割と太めしてるので、そう、結構サイズ感的にはこの辺りは一緒に入ってとしてもやっぱり太く見えますからね。こう、それに比べてやっぱりなんかちょっとリゾルトイズの感じで対戦も出る。進化ね。そうなんですよ。本当にそういう微妙な差なんですけどね。こういうところで結構デニムって差が出るんですよね。これ履いてどのぐらいなんですか？これはまだちょっと4月に来たんですよ。あ、そうか。どんだけ履いても4ヶ月。そうそうそう。どのぐらいしか行きますか？あ、じゃあまだまだ行ってあるんですよ。でもあれ、ボンスが710よりか。あの軽いやつなんで履きやすさもちょっと違う。そうそうそう、軽いですよ。だからそういうところの微妙な差が結構また良かったり面白かったり。はい、これもあれですか、1週間ちょっと頑張らないです。まあそこは履き方いろいろありますね。そう、これはそうじゃなくていいのかな。まあ、はい、そうですね、同じ履き方してもね、ちょっと感じが変わらなくちゃ。はい、まあ、でもやっぱり対戦でもスキリをしてますよ。そうね、結構今ね、やっぱりちょっと太めの方が履く人が増えてて、はい、そういう感覚からすると、このぐらいの太いけどちょっと大人がピンが出るっていうのがいいかもしれないね。履き比べるとね、全然太いんだけど、これだけパッと太くなるぐらい、ね、そうですね、正直、太めって言われて出すと、ちょっと細いよねってなっちゃうかもしれないぐらいのシレートですね。これでもいいですよね。うん、あの、まあ、ちょっとゆっくり育てていきたいと思います。はい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 、じゃあ、そうやってね、今日は。それとの紹介をさせていただきました。以前なんかこうあえてデニムオンリーっていうね。デニムオンリーとかね、リソルトイズムで。そうですね。デニムオンリーというときいいですね。はい、やっぱりね、こう履くとやっぱり一番いいなって思いますよね。そう、やっぱりこればっかりは。はい。もう育てきんだけどね。そうなんですよね。それね。そこが一番。それ本当に、はい、お前死んでも履けねえじゃんみたいな。あのもうそれを一回履くだけで満足できます。何回か履けば、はい、そういうわけでね、はい、皆さんもジーパン育てましょう。そうですね、はい、まあ、ちょっとこう離れちゃってる人なんかはぜひうちの店頭で履いてみてもらえると。そうですね、こうなんかふつふつと何かが湧き出てきますから、はいはい、やっつけたいなんて。はい、はい、じゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお会いしましょう。さよなら。さよなら。Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't